クリス・ジョーンズ、クリス・ジョーンズ1989年7月21日対は、ジョージア州ローム出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のダラスカウボーイズに所属している。ポジションはパンター。カーソン・ニューマン・カレッジより、2011年7月、ドラフト外フリーエージェントで、ダラスカウボーイズと契約を結び、 マット・マクブライアーとポジションを争ったが、開幕ロースターには残れなかった。マット・マクブライアーが負傷したため、同年11月5日、カウボーイズと契約を結び、ロースター入りした。その後マクブライアーが、怪我から回復したため、11月17日に解雇され、プラクティススクワットとして、契約を結んだ。2012年9月23日の、タンパベイ・バッカニアーズ戦で膝を捻挫し、 ACL を痛めた。10月1日のシカゴベアーズ戦を欠場。その試合では、ブライアン・ムーアマンがカウボーイズと契約し出場した。ムーアマンがケーブを痛めたため、10月14日のボルチモア・レイブンズ戦に出場して、パントを1回結果が、10月24日、故障者リスト入りした。2013年8月24日のシンシナティ・ベンガルズとのプレシーズンゲームで、 AT&T スタジアムのスコアボードにパントを当てた。オフィシャルはパントがスコアボードに当たったことに気づいておらず、ビデオリプレイでパントがスコアボードに当たったことが判明、パントの蹴り直しとなった。蹴り直しのパントは、ブランドンテートが75ヤードのリターン TD を上げた。2014年3月10日にカウボーイズと契約を延長した。この年は、 平均45.4ヤードのパント、20ヤード以外のパントが21回、ネット平均39.8ヤード、最長パントは64ヤードという成績であった。2015年はリーグ3位となる平均42.5ヤードを記録した。2016年は平均45.9ヤード、最長66ヤード、ネット平均40.5ヤードであった。 2017年はカウボーイズと契約を延長させた。2018年12月16日のインディアナポリス・コルツ戦で通算100試合出場を達成した。2019年のジョーンズ2019年は怪我によりパントの平均ヤードネット平均がリーグ最低の成績となってしまった。2020年は11月7日に手術のため負傷者リスト入りした。ありがとうございます。